スですどうー。今日はですね、何をするかと言いますと、久々のレビューでーす。さあ、何をレビューするのかっつーと、ででん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 、でで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 ん、サキーン、サキーン、MDR、もうこれ、1の R、MK2、ハイレゾー、来たー。はい、ヘッドホンです、ソニーね。ソニーの、ドン。こちらを、開封していきたいと思います。ででーん、これ、星空に見えますよね。またここにね、ピラピラなんですね。映っちゃうな。うん、ガラ外してた方がいいよね。ね、ハイレゾー来ちゃいましたよ、ハイレゾー。ヘッドホン。ハイレゾリューションオーディオ再生対応っていうことで、これですよ。これでね、やつをね、モニター見に行ったはずがね、まさか、これをゲットしてしまったという、さすがです。って感じなんですけども、ちょっと開けてきます。ハイレゾ、ハイレゾ、取れるんだけど、ハイレ、どこで？はい、いつものようにこんな感じで。はい、ちょっとね、カメラをこれマックス遠くにしてるんですけどね、開けます。ドド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 ドン！ちょっとこんな感じ。今頃、こんな感じで行きました。じゃーん、中に入ってるのはまず本体だ。これね、こう、カチャッと、こんな感じでね。この線、こう、つけるとこあります。MDR。MDR。こっちに、蓋がついてますね。これをね、ちょっと取りたいんですけど、すぐ取りました。さあ、中に何が入ってるんでしょうか。よし、ドーン。トリセプス。これね、なんかポーチの中に、どうやら、いろいろ入ってる模様でございます。開けてみましょう。パカッと、バリーン。はい、なんか線が出てきました。ここには、なんか入ってません。ポーチ。なんか線。1本目、2本目、なんか3本、3本入ってますね。何が違うのかっていうと、何が違うんでしょうかね。あ、何が違うんでしょうか。短いの、長いの、あとなんかこれ、なんかボタンついてる系のやつ、多分なんかこれ携帯が iPhone とかでなんかピッとかつったらなんか通話ができちゃうみたいな。なんかね、マイクも内蔵されてるらしいんだよ、これ。重さはね、軽いですよ。これ他の同じ方でね、Bluetooth のやつあったんですけどね、聞いてきたんですけどね、重かったですよ。もうこれが、音はね、もうすでに聞いてきてあるんで、すげえ、いい音してました。というわけでね、とりあえずは、まあ、本体ね、こういうふうに、こういうふうに、コンパクトな内容になってるのと、まあ、シールドが入ってて、まあ、ここに、こうね、こっちですね。こっちに、まあ、サクッと入れて、こうですね。まあ、若干、下のミニの方の L 字になってますね。まあ、こんな感じで、とりあえず、早速、ハイレゾを体験してみたいと思います。というわけで、今回はちょっと、まず今、開けたばっかりなんです。これからちょっと聞いてみたいと思います。ではでは、まあ、それでですね、まあ、今、ブラックを選んだんですけど、まあ、ここにこの赤いね、こう、ちょっと、なんか、そんなツヤツヤしてない感じの、こんな感じです。で、フレームというか、この辺はここ、角度がね、こういう風に、耳をピッとする形で。で、この辺もね、伸びます。こっち、長さ、両方ね。そう。なんか、ちょっと固めのスチール系の金属ですね。内側も一応、なんか、貼り合わせの金属っぽい感じですね。この辺はね、すごい柔らかい低反発だっけ？素材の、スポンジですね。この辺も、そうですね。あまりエアーが噛んでて、ふわふわっていう感じではないんですけど。はい。とりあえず、こんな形で。あ、そうそう、大丈夫。中もね、こう、ちょっとメッシュ入ってて、これ、スピーカー見えますね。スピーカーの構造はね、パッケージにも書いてあったんですけど。まあ、とりあえず、まあ、形はこんなもんですから。まあ、聞いてなんぼの話になるんでね。これで、DTM を、さらにね、楽しめるんではないかな、っていう感じでーす。まあ、以上、とりあえず、こんな形で、後ほど聞いてみたいと思います。どれだけ違うのか。